ブライアン・ジェラルド・スニッカーは、アメリカ合衆国入りの異ディケーター出身のプロ野球監督、コーチ。2016年からは、MLB アトランタブレーブスの監督を務めている。愛称はスニット。ニューオーリンズ大学卒業後、1976年の MLB ドラフト25巡目で、シカゴ・カブスより指名され契約。翌年から、アトランタブレイブスに移り、 1978年にはトリプル A まで上がるが、メジャー昇格は叶わなかった。1980年に引退し、1982年からブレーブスのマイナーチームの監督に就任。1985年、1988年から1990年にはブレーブスのブルペンコーチを務め、2007年から2013年はブレーブスの三塁コーチを務める。 それ以外の期間は、ブレーブスの下部組織すべてのチームの監督を歴任。2016年に再びブレーブスの三塁コーチに就任。シーズン途中の5月17日に、成績低迷で解雇されたフレディ・ゴンザレスに代わり、代行監督を務め、2017年から正式に監督に就任することとなった。2018年は、球団として5年ぶりのポストシーズンを果たした。 ディビジョンシリーズで敗れたものの、直後に2020年まで2年間の契約延長を勝ち取った。ありがとうございます。